ちは。ひとりっぷチャンネルの時間がやってきました。今日のテーマは現地のレストラン探し予約編になります。皆さんから来ている質問はですね、海外一人旅の時の食事について、お店はどんな方法で探していますか、レストランの昼ご飯を予約されますか、ネットですか、電話してますか、シャイなのでホテルの人に頼めないんですが、頼んでください、頼めるんだったらっていうところなんですけれども、お答えしたいと思います。でですね、ちなみに一人っぷ3冊の中ではおすすめレストラン&何を食べるべきかっていうところまで解説させていただいてますので、ぜひ参考にしてください。結構質問本当に多かったですね。現地での美味しいレストラン探しについて、旅先で、食べる美味しいもの、結構旅の中の大きなポイントなので、これは私も相当こだわってます。まずですね、どうやって美味しいお店をリサーチするか、これですね、テレビの場合ガイドブックがあんまり出てない、ちょっと変わったエリアに行くことも多いので、まあ、一般論としてこれどこ行くときも使えますよっていうリサーチ方法をご紹介しますと、どうやってリサーチしてるか、まあ、いくつかあります。で、最近最も使っているのは Google です。 Google マップの口コミですね。 Google 先生は嘘つかないっていう感じで、例えばなんですけれど、 Google マップでも本当にマップなので、自分が滞在するホテルの周辺をまず出発前からもうくまなく見ます。で、飲食店とカフェに関してはマークがついているので、でそれを片っ端からこう叩くわけですよ。で、そうすると、大体私基準で口コミ 4.0 以上のところ、あと Google マップはですね、おすすめ度っていうのがついていて、おすすめ度が 80% 以上っていう店は、えって思ってこうさらに深掘りしていきます。で、ありがたいことにですね、最近 Google マップのおすすめのところにですね、おすすめメニューっていうのも出るようになったんですよ。なんと口コミを書いてくれてる人が撮った写真っていうのを一緒にアップしてくれていて、それをこうおすすめのメニューですよっていうことで、お店の写真とは別に出してくれるようになっているので、それをバーッと見て、で、あ、このお店美味しそうだなとか、例えばなんですけれども、また、先日行ってきたのはメキシコなんですが、メキシコでは私もメキシコ料理一択で食べたいと思っていたので、メキシコ料理店って書かれているものを片っ端からチェックして、口コミが非常にいいところっていうのをあらかじめこうマッピングしておいて、現地に行っていろいろトライしてみました。もう一つですね、私はよくやるのはですね、現地在住の日本の方が書いている食べ物に関する、現地の食べ物レストランに関するブログですね、これを結構見ます。で、その中で、この人なんとなく食べ物の好みが自分と合いそうだなっていう人のサイトをブログをかなりこう重点的に見て、でまた Google マップにマッピングしてます。で、あとはですね、まあメジャーなところですね、例えばアメリカのニューヨーク、サンフランシスコみたいなところとか、アジアのいろんな都市だと雑誌の特集もよく組まれているので、そういうのを見て、こうガーッてチェックすることもあります。で、こう言ってはなんですけれども、ガイドブックに紹介されているレストランはほとんど参考にしてません。で、なぜかというと、結構行って日本人、ガイドブックに載ってるだけあって日本の人が多かったりするんですよ。で、どうかなみたいなところもあって、あんまりというかほとんど、気にしてません。 Google マップでチェックして行ってみたら、あ、ガイドブックにも載ってるとこだったってことはあるんですけれども、そんな感じですね。リサーチはそんな感じ。あとはもう一つ、行ったことある人っていう人にも話は聞きます。で、その人の味覚、まあ、知り合いもしくは、あ、この人信用できるなみたいな人の場合ですね、ちょっと美味しい店あったっていうふうに聞いて、さらにはですね、何が美味しかったっていうのを聞きます。結構ですね、失敗しがちなパターンとしてはですね、お店に行っては見たが頼んだものが大して美味しくなかったっていう、それはよくあることなんですけれども、何もかもが美味しいお店ってまあそんなにはないわけですよ。そこのお店に行ったらこれ食べないとダメですよっていうシグニチャーが絶対あって、
それをうまく都合を抑えて食べないと、ああなんかいまいちだったっていう結論に陥っちゃうっていう。でそういう意味で何を食べるべきなのかっていうところまで一冊するのが大事です、非常に。で直接その人からこう聞ける場合は、何が美味しかった、何食べるべきっていうところまで突っ込んで聞くようにしています。そんな感じで一冊してますね。で現地ででもですね、とにかくこうフラフラ歩いていて、で、あ、なんかレストランだって思うと、片っ端からすぐに Google マップでこのレストランどうなのって言って口コミを見ます。で目の前にお店があるわけなので、お店の大体の佇まいとかにぎわい具合とかこう見えるわけで、でそれと Google マップを照らし合わせて、なんかここすごいおすすめと 100% じゃんみたいな時は、予定変更してここで食べるとか言って入ったりもします。でもう一つですね、最近よくあるパターンは世界のベストレストラン50っていうのがあります。でそう行き先が決まると、そこのレストラン、世界のベストレストラン50、実際はですね、サイトを見ると100まで発表されてるんですけれど、その中に自分が行く都市のレストラン入ってるかなっていうのをチェックします。でちなみにワールドバージョン以外にラテンアメリカバージョンとかアジアバージョンとかあるんですよ。でワールドに入ってなくてもラテンアメリカバージョンには入ってたり、アジアバージョンに入ってたりっていうこともあるので、それをガーってチェックして、でそこにランクインしてるお店があると、そこもどうだろうと思って見てみて、なんか美味しそう、行ってみたいみたいな時は、そこも行く店リストの中に入れます。で、お店を選ぶ時のチェックポイント、これですね、本当に Google 先生ありがとう時代です。結構お店の内装とかお料理の盛り付けとかお皿の選び方のセンス、これ結構大事なんですよね。で今やお店のセンスは味のセンスと一致してるって思ってます。なのでお皿のセンスが悪い店は味も良くない、内装のセンスが古臭い店は味も古臭い、お料理も古臭い、なんて言うんでしょうね、トラディショナルと古臭いっていうのはまたちょっと別の話なんですよね、複雑なんですけど、その写真から見れるセンスって結構大事だと思ってます。で Google マップはそのみんなが投稿してくれた写真プラス、なんかオフィシャルの写真だったりとか、あとお店の公式サイトにリンクを貼ってくれてたりとかするので、そういうのを行く前にガーって見て、あ、このお店は入れそうだっていうのをあらかじめ大体見当がつけられるんですよね。でかつお店のセンスがすごい自分の好みってなって、かつ口コミが4ということがついてたら、もう行くしかないでしょってことで、チェックします。で予約どうしてますか？一人なので予約とか悪いんじゃないかしらみたいに思うかもしれませんけれど、はっきり言ってですね、予約できる店はした方がいいです。世界中で飲食って今非常に盛り上がりを見せていて、特にワールドベストレストラン50に入ってるようなお店はですね、当日とか前日とか3日前とかもうほぼ無理です。人気のお店になるとですね、1ヶ月前もしくは半年前とかじゃないと予約が取れないようなところも続出しているので、主に高いお店ですけど、高いレストランでここは人気があるっていうところは、私はもう日本にいる時から予約します。予約はですね、ほぼそういう高いお店は今ウェブ上で予約ができます。でそれがオープンテーブルっていうワールドワイドな食べログみたいなサイトですね、オープンテーブルにそれが、飛んで、そこからの予約システムになっていたり、自前で予約システムを持ってたり、いろいろなんですけれど、大体のそこそこのお値段を取るレストランは予約ができます、ウェブで。で予約しておきます。もしくは、現地に着いてから、予約したい場合はホテルに頼んで、ここのレストラン予約してほしいんだけどってことでホテルに頼んで予約を取ってもらうパターンもあります。でもう一つ、予約のシステムがないレストランでも人気のレストランで、ウェブ上の予約ができない、でも人気で現地着いてからだとやばい、飛び込みだとまずやばいんじゃないかみたいなところの場合はですね、予約をしているホテルに連絡をして、ここのレストラン何月何日何時に予約取ってもらえないかしらっていうのをメールします。そうすると大体皆さん分かりましたって言って取ってくれます。格安のすごいドミトリーみたいな宿は無理だと思うんですけれど、普通のホテルであれば予約してくれます。で、もう一つですね、予約に関して、お一人様だと予約ってどうなんで
でしょうかみたいに遠慮してる人もいるみたいですけれど、お店にとっては全然何の問題もありません。特にですね、私が最近そのよくチェックして出かけているワールドベストレストラン50に入っているようなレストランはですね、ガストロノミー系って呼ばれていて、一皿一皿が一口サイズで、それが10皿以上のコースになってて、テイスティングメニューってよく書かれてるんですけど、そういうメニューを持ってるとこ多いんですね。それだと一人で行こうが二人で行こうが、みんなそのテイスティングメニューをガーって食べるわけですよ。で、そうなると一人のデメリットっていうのはもうまずないんです。一人だと品数食べられないみたいなのが、いや一人だろうが二人だろうが三人だろうが、全員その小皿メニューを10皿以上っていうテイスティングメニューを食べるっていうことになってるので、むしろ一人でもいいじゃんみたいなレストランなんですね。で、それもあって私はガストロノミー系のテイスティングメニューっていうのを最近こう重点的に、攻めているんですけれど、そういう店は本当に事前予約必須です。しかも一刻も早く予約してください。ペルーの人気のレストランセントラルなんかは予約スタートが年に3回ぐらいだか4回ぐらいだか予約スタート日があるんですね。で、そこの日にもうガッて予約しないと取れないぐらい、平均で3ヶ月先まで予約いっぱいですみたいなところとかも多発なので、一刻も早く予約をする。で、一人っていうのは、ね、別にデメリットではないっていうことをお伝えしたいと思います。で、もう一つですね、台湾で私がよく行くウェイルっていう火鍋屋があるんですけど、ここは予約必須なんですけれど、ウェブサイトないです。で、なのでホテルを予約した時点でホテル側にメールしてウェイルの予約してくださいって言ってお願いしてます。もしくはですね、電話して予約することもありますが、全く日本語、台湾のレストラン日本語通じるところ多いんですけど、ウェイルはですね本当通じないんですよ。で、恐ろしいことに英語も全然ほとんど通じないんですね。で、一人っぴ、インスタント中国語を話すので、インスタント中国語でトライするんですけれども、結構通じないんですね、インスタントなので。で、なんか、日本人だみたいに電話口でなんかギャ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 言ってるのはわかるんですけど、でも、しょうがないから、とにかく日付だけを連呼して、で、時間だけ連呼して、なんとか予約入ったかなみたいな。で、そういう時は必ず現地に着いてからホテルに、すいませんけどこのウェールに予約入ってるか確認してもらっていいですかみたいにお願いして、入ってるみたいですよってちゃんと言われることが多いんですけど、っていうのはパターンが多いですね。で、もう一つお店での裏技、裏技というかですね、先ほどもお話ししましたけれど、必ずそこで何を食べるべきかっていうところまで皆さんリサーチしておいてください。ひとりっぷではですね、そこまで言及しております。ここに行ってこれを食えっていうところまで言ってますので、ひとりっぷで書かれてないメニューっていうのはダメとは限らないんですけど、ひとりっぷに書かれてるメニューは必ずお召し上がりください。そこだけは私、みんなに勧めるならっていう観点でひとりっぷ選んでますので、ここ行ってこれ食えっていうところまで絶対言ってます。それ以外を頼みたい場合はですね、これを頼んだ上で頼むっていうふうに考えていただいた方が失敗ないかなと思います。なのでまずそこ、そこに行ってこれ食えっていうところまで追求した上でお店に出かけるっていうのがまず一つとですね、あともう一つ、アジアのお店でレストランでよくあるんですが、日本人だって分かると日本語のメニューを出してくるんですよね。で、その時に私は必ず、すいません、日本語じゃないメニューもくださいって言います。日本語と中国語なり英語なりが併記されてる場合はいいんですけど、日本語だけっていうメニューまで出てくることがたまにあって、そういう時は必ず日本語以外のメニューももらえます。なぜかというとですね、日本語の翻訳が間違ってることがあるんですよ。もしくはすごいはしょってる、メニューの内容の説明をだいぶはしょっていて、で、それを英語もしくは中国語と見比べると、おいおいちょっと待って、これはこういうメニューじゃんっていうことがあるのでもらうようにしてます。そうすると、あ、これってこういう実は日本語だとさらっとステーキって書かれてるけど、実はそのただのステーキじゃなくて何とかソース使ってんだなとか、そういうものに実はこういうのがついてるんだっていうのが分かったりとかっていうことがあるので、必ずもらうようにしています。あともう一つ、一人なので意外にお店に出通された時に、えっていうなんかこうすごい末席みたいなところに座らされることよくあります。で、その時に日本人
は私もそうなんですけど、つい遠慮しちゃって、そうだよね、一人だもんねって言って、その席に黙って座ることがあるんですけど、外国の方見ててください、一人だろうが二人だろうが、自分が通された席気に入らないとすごい交渉するんですよ。いや、ここは嫌だ、もっとあっちじゃダメなのかとか。で、それは意外に言うと大丈夫なこと多いんですよね。超満席でそこしか空いてない状態で通された時は、まあもちろんそこしかダメですけど、他にも空いてる席がある場合は結構言うと、あ、いいですよってこうさらっと違う席に通してもらえること多いんです。で、お一人様だとカウンターって決まってるレストランもあるので、そういう時は言うだけ言って、ダメな場合はお店の人からダメですって言われますけど、言ってみると、あ、はいはいって言って、一人だけど小さいテーブルじゃなくて、普通に4人掛けのテーブル言ってみたら意外に座らせてくれたとか結構あるので、言うだけ言ってみる、これ結構大事です。で、続いて失敗談教えてくださいっていうのもあったんですけれど、具体的に言うとですね、近頃もう口コミの世界なので、行く前にもうすごい口コミチェックして出かけるので、一人っきレストランリサーチだけで平気で3日3晩かけたりしてるので、そういう意味での失敗はあんまりないです。で、あ、これはちょっと読めなかったなっていう失敗がたまにあるのは、夜のディナーで出かけてみて、ゲゲ暗い店だったっていう、メニューが読めないぐらい暗い店みたいなのになぜかあるんですよね。外国の方って暗上がりでよく見えるんですかね、よくわかんないんですけど、こんなメニューも見えないぐらい真っ暗で、私なんかもうそこをスマホのライトつけてメニュー見るみたいなぐらい真っ暗の店っていうのよくあるんですけど、っていうことが失敗としてたまにあるパターン。あとはですね、なんかこの店うるさかったっていう、周りのお客がうるさいで、こっちは一人なんでうるさいのが超気になって、うるさいなみたいなことがあるんですけど、それさすがに口コミで書いてる人なかなかいないので、そういう失敗は稀にあります。でもそれ以外のあちゃーっていう失敗はあんまりないですね。で、メニューも決めつけていくので、割と失敗はあんまりないです。で、逆にですね、失敗とは自分で思ってない、一人っぴパトロール体質なので、こう Google の口コミでやたらいいとか、新規オープンで最近やたら雑誌の特集に出てるとか、そういうあと現地の人がなんか行列してるなとか、そういう気になる店っていうのがあるわけですよ。で、そういうのがとりあえず行ってみないと気が済まないっていうわけで行きます。で、行った結果、あっていうことはあります。なんかな、いまいち好きじゃなかったなとか、この店いいけどそこまで美味しくないよねみたいなパターンはたまにあるんですよ。で、それはでも自分の中では自分で行ってみないことには気が済まなかったから、失敗とは思ってなくて、経験値上がったっていう、かついろんな人にあの店行かなくていいからみたいに言えるようになったからいいっていうふうに思ってます。なので、まあ失敗も経験のうちですね。まあ失敗なのか、失敗を失敗と思わないみたいな経験、旅は何事も経験です。なので、トラブルはトラベルの語源っていうのも、一人っきりの旅の格言なんですけれども、まあ失敗は失敗じゃないっていうことですね。はい。で、続いて、飛行機に乗ってでも食べに行きたいベスト5、こちらですね、ベスト5絞るの結構大変だったんですけど、絞ってみました。これはですね、一人っきりにお載せしておりますので、その中からご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、こちら、これですね、これ私が香港カツ丼と呼んでおります。香港のビミチューという名前のお店の、パイクータイファンというメニューです。これ本当に飛行機に乗ってでも食べに行きたいっていうか、香港に、やおら最近では200回近くになってるんじゃないかっていうぐらい通っているフリッピーですけれども、延べで100回近く食べてるんじゃないかっていうぐらい、必ずと言っていいぐらい食べに行ってます。で、これおすすめです。詳しくはヒトリップ、黄色いヒトリップ、最初に出たヒトリップですね、ヒトリップ1をご覧ください。続いてですね、やっぱこれですよね、台北にあります料記、日本語読みすると料記カギ鶏肉飯というお店の、鶏肉飯、ジローハン、中国語ではジローハンという読み方になるんですけれども、
これですね、本当絶品です。巷ではですね、台湾といえばルーローファン、まあ、なんか豚肉の細切れみたいなのを煮込んでご飯の上にかけるっていうルーローファンが、まあ、確かに台湾の人のソウルフードで、ガイドブックでも、よく紹介されてるんですが、私的にはですね、ルーローファンはかなり外れの率高い、95% ぐらい外れなんですよ。味がボケてるっていう、まあ、あれがお好きっていう日本の方もいらっしゃるんですけど、大概の人は食べてうーんって思ってると思います。大丈夫です、間違ってません。うーんっていうの間違いじゃなくて、ルーローファン結構味ボケ味なんです。日本で食べるルーローファン、最近あるんですよ、ルーローファン弁当みたいな、食べたら美味しかったです。要はまあ、なんか日本人の味覚的にはちょっとルーローファンボケ味なんですよね。でそれに比べると、ジーローファン、鶏肉を裂いてご飯の上に乗っかって出てくるんですね。でちょっとタレがかかって出てくるんですが、これの方が圧倒的に外れがないです。どこで食べてもまあまあ美味しいですが、このヤンキージーローファンさん、台北にありますが、ここのは本当絶品なんですよ。近所にあったら毎日通いますねっていうぐらい美味しくて、この裂いた鶏肉が固めに炊かれたご飯の上に乗っかっていて、で特製の秘伝のタレがかかって出てくるんですが、これが超絶品な上に、別オーダーになるこの目玉焼きを必ずオーダーしてください。でこれを上に乗っけて食べる、もう台湾親子丼と呼んでいますが、絶品です。本当にうまくって、これすいません、私先週末行っていた台湾でこの店、残念なことに土日お休みなんですよ。で私がよく行きがちな台湾土日台湾旅だと食べられないんですね。で今回月曜火曜と滞在していたので、すいません、連日行きました、毎日行っちゃいました。で泊まる宿もここに歩いて5分のところに取りました。もう最高でした、ぜひ食べてください。続いて、おすすめこちらですね、ホーチミンのフォーファーというところのフォーなんですが、このフォーはですね、同行で食べるよりも一番美味しいと私は思ってます。でハノイに行く時もあえてのホーチミン経由で行っちゃうんですね。でホーチミンに到着して、乗り継ぎ時間をあえて4時間ぐらい取って、空港から駆けつけて食べて、また空港帰ってハノイ行くっていうルートを取るぐらい、もう続行です。でここのおすすめは、まあ、フリップにも書きましたけれど、かなりスープの味がしっかりしていて、まあ、これが美味しいんですけれど、なのでフォーといえば大体牛肉乗っけるんですが、牛肉いらなくってですね、実はスフォーって私は言ってますけど、具なしのフォーを選べるんです。でホーチミンなので、ここ写真結構見切れてますけれど、ハーブが鬼のようにテーブルの上に乗ってるんですよ。でこのハーブをどっさり乗っけて、でこの脇にあるライムをジャーって絞って、ライム、レモンですかね、東南アジアによくあるタイプの緑の丸っこい、レモンなんですけど、これをジャーっと絞って食べるのが一番うまいと思っています。具なしにハーブどっさりレモン絞る、これで、フォーフォーは本当うまいです。滞在中実は毎日食べてみちゃいます。おすすめです。で、続いてですね、もう一つ、じゃじゃん、シンガポールの、ハイナンチキンライス、シンガポールといえばの、ハイナンチキンライス、いろんなお店がございます。で私の一押しはこのひとりっぷで紹介しているデリシャスボンレスチキンとかいう、それお店の名前なのっていう微妙な店名のお店なんですけれども、観光客はまず行かないような、かなりローカルなショッピングモールの半地下の、フードコートに入ってます。でそこのフードコートでここのお店だけが行列しているのですぐ分かると思うんですけれども、でなんか最近ここのお店ですね、行列に対してきっと他のお店から苦情が来たんじゃないかと思うんですが、制限方式に変わったらしいです。なのでずらっと並ばずに取ったチケットで呼ばれたら買いに行く方式に変わったんだと思うんですけれど、ここのハイナンチキンライス絶品です。ジューシーなんですよ。まずチキンライスって下手するとチキンがちょっと乾いたパサッとした感じになっちゃうんですけれど、でそれを補うためか、皮付きのチキンライス、皮付き皮なし選べるお店もあるんですが、皮が付いてるパターンが多いんですが、こちらはですね、皮なしにもかかわらずジューシー、
どういう作り方でやるとこのチキンがジューシーなのかが知りたいんですけれど、でこのチキンに対して、フリーでこの立派な、季節によって内容が変わる立派なスープとピクルスが、これおかわり自由で来るんですよ。ピクルスでパイナップル入ってるんですけど、皆さんパイナップルが入ってるから嫌だとか言うのは間違ってますよ。これはですね、パイナップルが入ってるからこそうまいピクルスなので、トリピーに騙されたと思っておとなしくこのピクルス食べてみてください。ここはですね、加工の普通のエリアから、だとバスで15分ぐらい、タクシーだったらまあ多分10分ぐらいで着けるエリアにあるんですが、空港と、シンガポールの街中の中心エリアの真ん中ぐらいにあります。で、付近は可愛いカラフルなお家が立ち並んでるエリアなので、出かける価値全然ありです。ぜひこちら飛行機に乗って食べに行ってみてくださいっていうのとですね、最後はですね、ひとりっぴイチオシ、ペルーリマにあるセントラル、世界のベストレストランで2019年度第6位に選ばれています。ここがですね、予約非常に困難です。ペルーに行く日を決めるより先にセントラルの予約が取れる日っていうのを決めて、ここをめがけてペルーに行くっていうぐらいの勢いじゃないとちょっと予約がなかなか取れないんですけれど、行く価値ありです、地球の裏側まで。で、こちらのレストランがいかに素晴らしいかっていうのはですね、ひとりっぴーの突撃ワンダートークで、このオーナーシェフのビルヒリオ・マルチネス氏が来日した時に突撃ワンダートーク申し込んで、取材をさせていただきました。いかに素晴らしいかっていうのはそちらの記事をお読みいただけるとわかると思うんですけれど、地球の裏側まで行く価値ありですっていうか、まあマチュピチュ行くんだったら絶対セントラルを行ってくださいっていう感じなので、でですね、ちなみに、マチュピチュ寄りのクスコから車で1時間くらいのところに、同じくこのビルヒリオさんがやっているミルというレストランがあります。そこもぜひ行ってください。行く価値大です。で、ここはですね、テイスティングメニュー、確か16品か17品ぐらい出てくるんですけれどっていうシステムになっているので、一人で行っても何の問題もありません。ぜひ、おすすめします。以上でございました。で、最後にしつこく言っておきますが、一人だからって言って一人っぴーも遠慮ないんですよ。どんなレストランでも関係なくバンバン行っちゃってます。で、特に、ワールドベストレストランに入っているようなレストランは、お一人様でも何の問題もなくガーっていろんな種類食べられるっていうのもあって出かけてます。ちなみにですね、一人っぴーの中でもすごいしつこく言ってますけれど、あなたが一人っていうことに誰も気づいてませんから、お店の人しか気づいてないです。他のテーブルの人はですね、自分と一緒にいる人のことしか目に入ってないので、私一人みたいに思う必要全然ないです。ご自分でも思ってみてください。誰かとレストラン行ってる時に他のテーブルに、あの人一人だななんて絶対思いませんよね。目に入らないから、人は人のことそんな気にしてないんですよ。なので一人でも全然どこにでも食べに行って全然 OK ですから、Google マップでチェックしてうまそうだなって思ったお店はバンバン行ってください。大丈夫です。で、むしろ一人のお客の場合はですね、レストランの方が気遣ってくれることも多いですね。こう持ってきた時にどこから来たんですかとかってこう話しかけられたりすることも多いし、手持ち無沙汰とかもまずないですね。一人の場合、まずやってきたメニューをスマホで撮って、それをいろんな人に送りまくって、マジうまいんだけどとかいまいちだったとか、そういうのを報告してると、もう次の料理すぐ来るので、料理と料理の間の手持ち無沙汰感っていうのがかつてに比べるっていうか、むしろ時間ないぐらいっていう感じなので、行きたいとこバンバン行っちゃってください。というわけで、ハバライス美味しい。